ラリーは大学教授です。一番成績の悪い生徒のマイクに1週間以内に作文を提出する課題を出しました。7日後、マイクが締め切りを3日延ばしてほしいとメッセージを送ってきました。ラリーはそれを許可しました。その3日後、ラリーは作文を出すよう言いました。今度はマイクが5日待ってほしいと頼んできました。ラリーはとても優しいのでまた OK しました。5日経ってマイクがラリーに火のついたろうそくを見せて、教授、このろうそくが燃え尽きるまで待ってもらえますか。ラリーは笑って OK しました。マイクも笑いました。作文を出さなくていいからです。なぜでしょう。マイクはろうそくを吹き消しました。彼はろうそくが燃え尽きるまでと言いましたが、火が消えるまでとは言っていません。このろうそくに二度と火をつけなければ作文を提出しなくていいのです。ラリーは大学の給湯室にカップケーキを3箱持ってきました。講義の後、自分の誕生日を同僚と一緒に祝おうと思ってテーブルに置いておきました。箱は3つとも大きさが違いましたが、すべてに3つずつカップケーキが入っています。そこにマイクが入ってきて箱を開け、カップケーキを3つ食べてしまいました。講義が終わり、ラリーが見てみると、すべての箱に3つずつカップケーキが入っています。どういうことでしょう。マイクは一番大きな箱のカップケーキを食べて、小さな箱を空になった大きな箱に入れたのです。なので残りの2つの箱をラリーが開けた時、どちらにも3つずつカップケーキが入っていたのです。授業の後、マイクはウェンディをデートに誘いました。2人ともお金がなかったので、行きはバスに乗って、帰りは歩くことにしました。このバスの速さは時速 14km です。彼らの歩く速さは時速 4.8km です。8時間以内に戻ってくるには、バスで最高何 km 先まで行けるでしょう。マイクとウェンディはバスに乗ると歩くよりも3倍速く移動できます。ですので時間の4分の3を歩いて、バスに乗るのは4分の1にしなければなりません。2時間バスに乗って28キロ先まで行き、6時間歩いて戻ってくれば8時間の制限時間内に帰ってこれます。マイクとウェンディは道を歩いていて、とても面白いものを見つけました。3つの目がまっすぐ並んでいます。そして赤い目が開くと、すべてが凍ったように動きを止めます。なんだかわかりますか。信号機です。マイクが学生寮に戻ってくると、食料がすべてなくなっていました。怪しいのはこの3人です。マイクのものを食べたのは誰でしょう。右の男性です。ヒゲにパンくずがついていますよね。マイクは古い新聞を読むため図書館に行きました。この新聞には60ページがあるはずなのですが、24ページと41ページがありません。他には何ページがないでしょうか。19、20、23、37、38、42ページです。マイクは新聞の中にメモを見つけました。図書館には秘密の迷路があって、素晴らしい財宝に通じているのです。メモにはその地図が描いてあります。マイクが正しい道をたどれるよう助けてあげてください。これが正しい道です。マイクが迷路を抜けると本棚がありました。どれか一つの棚は偽物です。どれだかわかりますか。この棚です。他の棚には埃がたまってクモの巣が張っていますが、ここの本はきれいで、周りのクモの巣が破れています。偽物の本棚の後ろには隠し部屋がありました。マイクが部屋に入ると、
奇妙なメモが貼ってある大きな金庫があるのを見つけました。金庫には鍵がかかっていて、9文字のパスワードを入力しないと開きません。暗号を解読できますか？正しいパスワードはムーンライトです。理由はこうです。ヒントのメモを見てください。それぞれの単語の数字に一致する文字を拾うだけです。メイズの1文字目は M ですよね。ルックスの3文字目は O です。ローゼーズの2文字目は O。 残りも同様に解読します。マイクが金庫を開けると3つの全く同じ宝石とメモが入っていました。突然隠し部屋のドアがバタンと閉まり、壁が迫ってきました。メモを手に取ると、この中で本物のダイヤモンドは1つだけ、見つけて鍵穴に入れろ、15秒でだ、幸運を祈る。偽のダイヤモンドはどれでしょう？3つの宝石をテーブルにある水を入れたグラスに入れましょう。本物のダイヤモンドは密度が高いのでそこに沈みます。水面に浮かぶものが偽物です。成功。隠し廊下に通じるドアが開きました。廊下を歩いていると、4つのドアとその真ん中に美しい像がありました。像は呼ばれていないけれど夜になると出てきて、朝が来る前に盗まれることなく消えた。私は誰？と歌います。マイクはどのドアから入るべきでしょう？歌詞にヒントがあります。星のことが書かれているのです。ですのでマイクは星で飾ってあるドアを開けるべきです。マイクが次の部屋に行くと女王がいました。女王は、こんにちは見知らぬ人、任務があります。成功すれば富と名声を与えましょう。ただし失敗したら囚人として永遠にここにいることになります。この王国を改装して私の10の城すべてを5つのまっすぐの壁でつなげたいのです。それぞれの壁で4つの城をつなぎます。そして少なくとも1つの城は壁で守られていないといけません。そして女王はマイクにこの絵を見せてこう言いました。王家の建築家は私の願いをすべて叶える方法を見つけられませんでした。でもこの計画を提案はしました。もっといいアイデアはありますか？これが正解です。これで2つのお城が壁で守られました。女王は約束を守り、マイクに巨万の富を与えました。そして彼の名誉を称えて宴を開きました。残念ながら女王の家臣全員が新参者を喜んで迎えたわけではありません。この3人を見てください。マイクを憎んでいるのは誰でしょう？この優しそうな貴族はマイクに金貨の袋を渡そうとしていますが、この贈り物には蛇が隠れています。マイクが女王の庭を歩いていると、3本のレモンの木がありました。それぞれの木にちょうど10個のレモンがなっています。庭師が来てそれぞれの木からオレンジを4つ摘み取りました。レモンの木に残った実はいくつでしょうか？30個です。レモンの木にオレンジはなりません。マイクは王国がとても気に入りましたが、家に帰る時が来ました。女王は彼にスイカの大きさほどもある宝石を3000個与えました。マイクは家まで運ぶためトラックをレンタルしました。マイクが今いる場所から家までは 1000km あります。残念ながらトラックは一度に1000個の宝石しか運べません。しかも家に着くまで 1km ごとに料金所があります。マイクの住む町までそれぞれの料金所で宝石を一つ渡さなければなりません。ですが王国に向かう道は無料で通れます。マイクの町まで最も多くの宝石を持って帰る方法を考えてください。マイクは 333km の地点まで1000個の宝石を乗せて3往復するべきです。
そうすると2001個の宝石が残り、家までの距離が 667km になります。そこから1000個の宝石を乗せて 500km を2往復します。そうすると1000個の宝石が残ります。残り 167km を走れば833個の宝石が残ります。それでもかなりのお金持ちになれます。